こんにちは、フスタの丸山です。このチャンネルは映画、音楽を通して頭の中のぼんやりした部分を表現していこうというカルチャートークチャンネルでございます。本日はですね、新仮面ライダーのドキュメントがですね、この前 BSNHK でやってたんですけども、レビューしないつもりでいたんですけど、思ったより喋りたくなったんで、緊急でレビューしていこうかなと思います。まだ見てないっていう人はね、地上波の NHK で4月15日にですね放送されますんで、それを見ていただけたらなと思います。あとは、NHK オンデマンドで、見れますんで、そちらの方でも見ていただければなと思います。このドキュメントね、見た方はね、これ多分ね、本当言いたいことはあると思うんですよ、みんな。なんでちょっと皆さんの意見もね、コメントで聞かせてくれたら、ありがたいなと思います。それじゃあレビューしていきたいなと思います。まず僕ですね、僕は一応映像のディレクターやってます。で、今までに AD ですね、アシスタントディレクター、まあ今もちょいちょいやったりしますけど、アシスタントディレクターと、あと編集ですね、はい、オフライン編集っていうやつですね、いわゆるプレミアとかファイナルカットをいじって、まあ繋ぐ編集ですねっていう感じの人間でございます。新仮面ライダーのね、動画見てもらえばわかると思うんですけど、結構ね、結構絶賛派だったんですけど、このドキュメント見たらね、結構その作品への印象変わっちゃったなと思います。ここまで正直に、ここ包み隠さず出してるドキュメントってね、結構ないんじゃないかなと思いますね。この出演してる人ね、みんなチェックするんで、そこでね、どっかで誰かのストップがかかって、削らなきゃいけないっていうね、部分が生まれてくると思うんですけど、そのまま出してるなと思いましたね、はい。で、あとは何でしょう、まあ作品ですね、まあこの作品を見て、多分ね、皆さんが思ってる以上に、アクション監督のね、田淵さんがね、思ってる以上に、追い詰められてたんで、結構びっくりしたと思うんですけど、まあ、ああいう感じですね、本当に、業界的には。今までそういうとこがね、あんま見えてなかったっていうのを出したっていうね、ところにおいては、ありがたいなというか、作品作りにおいて、もう誰かしらが絶対犠牲になってるんですよ。アシスタント、まあ、下の末端の人のがね、まあ、基本的にものすごく犠牲になってるんですけど、その人たちの犠牲の上に成り立ってるものだっていうのを、この作品、このドキュメントを見てね、結構感じれたんじゃないかなと思いますね。その辺はね、かなり救われるというか、そう、まあこういう人たちがいるんだよっていうのを、見せてくれたことは、かなり嬉しいポイントでありましたね。まあまあそうなんですけど、僕としてはね、結構 PTSD 気味になるというか、結構ね、トラウマを思い出しちゃうんですよね。結構昔あった、昔っていうか、まあここ何年かの話ですけど、結構しんどかった現場の記憶がね、結構浮かんできてね、ずっと胃が痛いと思いながら見てました。でも何度かなりドラマがある内容だったんで、めちゃめちゃ面白いドキュメントであったのは事実だなと思います。これは多分ね、まあ本当僕とか映像業界の末端を経験したことがある人、アシスタントの経験がある人はかなりこれ響いちゃうというか、食らっちゃう作品だなと思いましたね。で、なんか最終的にね、なんか随所に庵野さんのやりたいことというか、やり方、この制作の進行の仕方が実写の映像のね、制作の進行とはかなり違うので、その監督論みたいな話にね、なってきますよね、どんどん。それがね、面白いというか、いやすげえとこ踏み込むなっていう感じが結構ありましたね。まあほんと結果論だと思うし、ほんとライブとか、ちっちゃい、PV の撮影とかね、ちっちゃい CM の撮影とか、そのレベルなんですけど、僕の経験則からすると、これは絶対ダメになるなっていう、これで進めてこうなってこうなってるってことは、この新仮面ライダーっていう作品はどういう作品なんだろうっていうのを改めて思ったっていう感じですね、はい。まあ後々話していきたいなと思います、その辺に関しては。みんな本当お疲れ様でしたって感じだし、なんだろう、田淵さんの話に戻ると、その、なんだろうね、映像業界って、ほんと、あんな感じなんですよね、ほんとに。なんかマジで。結構追い詰められるし、むちゃくちゃなことをずっと言われる感じがありますね、映像業界。どん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 、もうこれもダメ、あれもダメってなって、で、もうどんどん自分の引き出しがなくなっていくんですよね、はい。で、なくなってって、結局どうするかってなると、ほんと、剥き出しのものができるか、あるいは、その人の正解をね、探るようなね、ものがどんどんできていく感じかなと思いますね、はい。もうそういうのを早く出して、
しちゃってもう早く終わろうみたいな、そういう心理になるんですよね。なるんですけど、田淵さんはねかなり戦ってるというか、それでもこの自分の今まで培ってきたものをこの作品に落とし込めるかっていうのをずっと戦っててマジで偉いなと思いますね。はい。あとやっぱ気になったところはね、コンテを作ってないっていうところですね。というか、まあ、事前に決められるものをあえて全部決めないで、撮影に入ってるっていうところですね。この作品で言われてること、結構賛否両論が起きてるところってそこの部分が結構多いなと思ったりしますよね。そのアクションがあんまうまくいってないんじゃないかとか、カメラですね、カメラワークというかカメラアングル、その撮影方法ですね、そこもどうなんだみたいな話になってるところが結構うまくいってない部分に見えてきちゃいましたね。どうしても僕は行き当たりばったり感がどうしても強いなっていうのをかなり思っちゃいましたね。あとね、なんだろう、事前に決めてたであろう部分はやっぱ好きなんですよね。好きっていうか、僕が映画見て思ったところがやっぱり事前に決められてた部分がかなり多かったなと思って、例えばデザインだったりね、マスクとかスーツのデザイン、あとはサイクロン号のデザインですね。あの辺はやっぱ事前に決めてたんでめちゃめちゃかっこいいなと思うし、あとギミックですね、マスクの下がカシャンって出てくる、まああれは後からつけたかもしれないけど、ベルトのね仕組みとかね、あの辺も凝っててね、ディテールが細かくてすごい好きだったんですけど、あとねロケーションね、ロケーションももうものすごいいろんな箇所、いろんな場所、いろんな撮り方で撮ってるロケーションがあって、ロケーションもすごいいいなと思ったんですよ。まあ、その辺は良かったんですよね。はい。やっぱその事前に決めてた部分をしっかり詰めてね、その辺はやってたのかなと思いますね。逆説的にコンテを作ると、スタッフのね頭が結構固定概念というかそういうのができてアイデアが出てこなくなるっていうね話になってたんですけども、果たしてそうかなというのは僕は思いましたね。なんでしょう、まあ本当結果論かもしれないけど、コンテがないことによって安野さん的には自分が考えたものをやっちゃうと自分の想像の範疇をね超えないから、みんなの意見を取り入れて、で、なんだろう、自分のね、予想とか想像をね、超えていくような作品を作りたかったとは思うんですけども、根底がないことによって逆にね、安野さんの、想像し得るものをみんなが作ろうとしちゃってるんじゃないかっていう気もね、やっぱりしちゃったかなと思いましたね、僕は。あと単純に、その、時間がどんどんかかって、予算がどんどんね、なくなっていっちゃうんじゃないかなっていうね、ところも単純にあったかなと思いますね。そのコンテがないことによってね、カメラをむちゃくちゃ置いてね、 iPhone めっちゃ置いて、あと一眼もあって、でアミーラもあってっていう感じで撮ってたと思うんですけど、安野さん本当にカメラマンをあんまし本当に信用してないんだなっていうのはね、めちゃめちゃ思いましたね。あの構図に関してめっちゃ細かく言うしね、プロが、これだろっつって撮った入魂のワンカットじゃなくて、もういろんなとこからもういろいろ撮りまくるっていうね、そっちの方がいいんじゃねえかっていうね考え方っていうのがね、カメラマンの技術ってやっぱすごいと思うんですよね、僕は。うん、そのワークですよね。カメラちょっとフルにしたってめちゃめちゃむずいというか、熟練の技術がいると思うんですよ、僕はね。カメラマンじゃない人がね iPhone を持って撮る絵っていいかっていうね、めちゃめちゃ思っちゃうんですよね。結局その安野さんもそういう部分納得できてないんじゃないかなと思ったりしますね。上がりの絵かなり納得してなかったから、カメラマン何人か呼んできた方が良かったんじゃないかなって気もしますね。だから副監督が撮るより亀足が撮った方がいいかもとか、撮り方もうカメラマン選びですね、そこももうちょっとなんとかできた気もするかなと思いましたね。はい。一番気になったのは、庵野さんが立ち位置を自分で調整してたってところですね。あそこが結構気になりましたよ、僕は。庵野さんが信頼できる人がいないんだなって感じがめちゃめちゃあそこで感じちゃったんですよね。人に任せないで自分が行って、ちょっとこっちっつってねやってるっていうね。だからあれだって本当は絶対ね、助監督の人に場所いじらして自分がモニター見てもうちょっと違うってやった方が絶対早いんですよ。それをやらないで自分で行くってことはもう信頼してないっていうことの表れなんじゃないかなって思っちゃったりしましたね。映画のねエンドクレジットとか見るといろんなところに庵野さんの名前出てくるじゃないですか。っていうのを考えるとやっぱ自分で
手加えたくなっちゃうというか、なんか自分でやりたくなっちゃう人なんだなってのがすごく見えましたね。はい。まあ、新エヴァのね、ドキュメントの時もその気はあったんですけど、今回の見てもう完全にそうなんだなっていうのを思いましたね。はい。このドキュメントですね、アクションシーンの撮影がね、主題になってたんで、まあ、アクションのことを言うと、このドキュメントに出てくるアクションシーンね、本編に本当にないんですよね。これがね、本当にモヤモヤするポイントというか、この新仮面ライダーっていう映画のね、印象がちょっと変わっちゃうポイントがここだなと思うんですけど、まあ、こんだけ撮ってたわけじゃないですか、アクションシーンね。そのほとんどが使われてないっていうね。はい、使われてなくて、結局 CG にしちゃってるっていうところですよね。本来、考えられてた予算を超過して、そこの CG を作る予算がそこに行ってるっていうことですよね。っていうことはですよ、そんな急に発注した CG ですからね、まあ予算と時間が多分足りないと思うんですよね。まあそう考えるとクオリティはね、自然と下がっちゃうんじゃないかなと思いますね。で、その流れを経てできた作品って考えると、監督自体ね、多分この作品全然納得しないと思うんですよね。当初は生身のアクションでね、地上戦で、そういうのをばっかり入れてね、やろうと思ってたと思うんですけども、それもね、なんかあんまうまく撮れないし、盾もあんま納得できなかったから CG にしましたというね、そういう流れを考えますと、監督が本来作りたかったものじゃないものをね、あんま納得してないものを見て、めっちゃ面白いじゃんって絶賛してた俺、何なんだろうっていうね、めちゃめちゃ思っちゃいましたね。じゃあこれ失敗作じゃんっていうね。監督が思う失敗作を見て面白いって思ってた自分何なんだろうなっていう。なんかめちゃめちゃもやっとしたドキュメントでしたね。はい。それにね、最後の、終わり方ですね。ドキュメントの。あのシーンもなかったしね。はい。つけひげしてるシーンなかったっすよね。本編にないシーンで終わるっていうのがまたうまくいかなかったんだなってのが見えてきちゃうなと思いましたね。はい。はい。そんな感じです。っていうことで、新仮面ライダーに対しても結構モヤっとしちゃうドキュメントだったなぁと思いましたね。はい。まあ、この後ね、もう一回見たら、また印象が変わるかもしれないんですけど、まあ、そう考えるとね、めちゃめちゃよくわかんないね、映画だなと思いますね。いい意味でも悪い意味でも、映画っていう概念をね、超えた作品になったなと思います。次回はね、ノックとエアーどちらか、あげるかなと思います。はい。よければコメント、高評価、チャンネル登録お願いいたします。それじゃあまたお願いします。